暇。ベルタは今日もお留守番。みんな修行したり狩りしたりしてるのに。ベルタも外に出たい、出たい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 。ちょっとうるさい、研究の邪魔。だってこんなにいい天気なのにお外に出れないのつまんない。私は全然気にしないけど、暑いから出たくない。イータは変わり者だからです。褒めても何も出ない。褒めてない、そういうところが変わり者。弱っちいくせに偉そう。私のことはともかく、デルタ、そっちが変わり者という自覚持った方がいい。そうなのです。そう、まず力が常人離れしてる。だから修行すると辺りに被害が出る。被害なんて出てたっけ。気がついたら周りが荒地になってたくらいなのです。あなたの馬鹿力は辺りを破壊する。目立つ。このアジトが世間にバレたら困る。修理も大変。が、同じことアルファ様にも言われた。許可するまで自由行動禁止って。アルファ様の考え、そのことについては正しい。もう少しおとなしくして反省しておくべき。うん、アルファ様もイータも意地悪です。こうなったら徹底的におとなしくしてやるのです。向こうが心配するまでおとなしくしてやるのです。早速ずーっと寝て困らせてやるのです。心配させてやるのです。起きなさい、起きなさい、デルタ、起きなさい。いつまで寝てるの。もう昼よ。早く顔を洗って朝ごはん食べに来なさい。デルタのお気に入りの毛布がひっぺがされた。それ返して。返したらまた寝るでしょ。まったく、朝起きるのが遅いんだから。うん、イータだって朝起きるの遅いのに、なんでデルタだけ。彼女は夜遅くまで研究してるから仕方ないでしょ。あなたは昨日の昼から眠りっぱなしだったじゃない。やることないから寝まくってるのに、それでも怒られるの、腹が立つのです。普段は美味しいご飯を食べたら忘れるムカムカも、今日は全然収まらないし。寝るのがダメなら日向ぼっこしてやるのです。ただいま。おや、そっちはサボりかい。いい身分だね。メス猫だって仕事ないときはサボってるくせに。そりゃメリハリが大切だからね。メリハリ？まあ、バカ犬にはわからないかな。やっぱり、なんでもないよ。メス猫は、言葉ではなんでもないって言ったけど、本当は、なんでもなくないのが伝わってきて。その時、頭の中で、何かがブチッと切れる感覚がしたのです。うわー！みんなあんだこうだ言ってデルタのことバカにする。それはしょうがないんじゃないかな。
実際バカなのは事実だし。またバカって言った。メス猫嫌い、イータ嫌い、アルファ様も嫌い、みんな大嫌い。そう叫んでデルタは駆け出したのです。どこに行こうかなんて何もわからないけど、でもここじゃない、どこかに。だってここはデルタの居場所じゃないのです。ありゃ、なんか尻尾踏んじゃったっぽい。アルファ様に報告した方がいいかな。デルタが家出した？ええ、ゼータの報告によるとみんな大嫌いと叫んでアジトを出て行ったと。だから今日も夕飯なのにデルタがいなかったのか。昨日はふて寝してたんだよね。最近被害が多かったからとはいえ、ちょっときつく言い過ぎたかもしれないわ。年頃だしね、反抗期なんでしょう。よくあることだって。でも大丈夫、今はデルタも感情的になってるだけだよ。落ち着いたらそのうち戻ってくる。いろいろなことに反抗したくなって悪い態度を取り続けて、そのうち気づくんだ。自分は一人では生きられない、いろいろな存在に生かされてるんだってことに。デルタは一人でも野宿も狩りもできるわよ。もともと野生児なんだから。大丈夫だよ多分。デルタ、無茶してないといいけど。ゲットなのです。久しぶりの狩り、やっぱり楽しい。これ全部デルタのもの。チュルリ、昨日は晩ご飯を食べてなかったし、とっても腹ペコなのです。シャドウガーデンだとおかわりはダメって言われたりするけど、今日は全部デルタのものなのです。いただきます。食べた食べた、もうこれ以上入れないってところまで食べたのです。なんか暗くなってきたし、寝床を探さなきゃ。うわ、雨なのです。うわ、ずぶ濡れになっちゃうのです。あ、あそこ。ふう、間に合った。奥の方が広くなっているみたいなのです。クマの巣だったりしないかな。くんくん、こういう天気の時はどうしても匂いがわからないのです。うん、平気なのです。もしクマの巣だったとしても倒してご飯にしてしまえばいいのです。結局ここでもお留守番なのです。アジトで外出禁止令の頃とやってることは変わらないけど、気持ちは随分違うのです。とっても気楽なのです。うるさいアルファ様がいないから最高なのです。ほんとアルファ様はいつも口うるさいのです。強いから従うしかなくて。ぐーい、うえー、せっかく楽しいのに悲しいこと考えるのダメなのです。誰かいるのか。あ、誰もいないのです。いるじゃないか。近づいてきて匂いが分かったのです。獣人の匂いに、それに血の匂い。怪我してるのです。なんだ、盗賊か。もしかしてここお前の縄張りだった？獣人はそれぞれ族とかの縄張りを持っていて、この洞窟はこの獣人の縄張りかもしれないのです。力でぶん殴ればデルタのものにもできるけど、弱ってるやつを殴るのは弱いやつのやることなのです。
ごめん、気づかなかったのです。お前の縄張り知らなかった。出ていくのです。なぜ出ていく？獣人の世界は弱肉強食。私を倒してここをお前の縄張りにするのも簡単なはず。が、こいつの言う通りなのです。デルタはどうして？自分でもなんだかよくわからなくて。今はお腹いっぱいなのです。お前面白いやつ。お前みたいなやつ初めてだなあ。一つ聞かせてくれ。お前ここらじゃとんと見ない顔だが、どこかの群れには入ってないのか？着ているものもやけに珍しいし。群れ、そう聞いて思い出したのがボスとアルファ様たちの顔。でもそれを頭の中から振り払うようにして、デルタは胸を張って答えてやったのです。デルタは強いから一人で大丈夫なのです。一人で大丈夫か。お前は強いんだな。急にメス猫の顔が思い浮かんで、メス猫みたいにデルタのことバカにしてるです。私とはえらい違いだ。私は弱い。あいつらを守れなかった。でもこいつからはデルタのことバカにしてる感じはしないのです。なんだか自分で自分をバカにしてるような、そんな感じがするのです。そういうそっちこそ、群れはどうしたのです？こんな洞窟を縄張りにしてるし、はぐれ者です。はぐれ者そうかもしれないな。群れからはぐれてしまった。あいつらはもうこの世界にいない。死んだんだ。死んだ？縄張り争い？いや、クマだ。この辺りにはとても強いクマがいる。そいつ一匹に村が滅ぼされたんだ。そうなのですか。よくある話なのです。獣人の世界は弱ければ死ぬのです。獣人同士の縄張り争いもあるし、強い動物との争いもあって、弱い者は強い者に従う。それが起きて、こいつはクマに負けた。それだけのことなのです。あいつめ、今に見ていろ。私はこの傷を癒して新しい群れを作り上げる。そしてあのクマ野郎を今度こそ殺して、あいつらの仇を取ってやるんだ。戦う気なのです？当たり前だ。私の仲間を殺したあいつは許さない。生きている限り私は戦い続ける。仲間ですか？何にせよ、とりあえず今は体を休める時だ。お前もこれ食うか？山菜と木の実だけだが。いらないのです、デルタ。自分で飼って食べたのです。そうか。今日はこんな大雨だ。泊まっていけ。明日には晴れているはずだ。そうするのです。なんか変なやつと知り合いになったけど、雨が止んだら洞窟を出ていくのです。目を閉じても眠れないのです。当たり前だ。私の仲間を殺したあいつは許さない。生きている限り私は戦い続ける。あいつの言葉が気になってなかなか眠れない。仲間、その言葉を口にすると、頭の中にまたボスとアルファ様が浮かんでくる。なんでみんなのことを思い出してるんだろう。デルタは強いのです。一人でも大丈夫なはずなのです。それなのに今、遠く離れているシャドウガーデンのみんなのことを考えると、胸
胸がキューンと強く締め付けられるような、そんな不思議な気持ちになったのです。あの群れのこと、なんで思い出す？もう離れた群れなのに。おい、起きろ。あいつだ。私の群れを滅ぼしたあの巨大グマが近づいてる。この洞窟の中にもう入ってきてる。こんな近づくほど気づかないなんて。仲間のことよっぽど考えすぎてたのです。ちょっと反省するのです。私の血の匂いをたどってきたのか。この雨で匂いは流されたと思っていたが。お前何か村から持ってこなかったか？何か、いや、持ってこれたのは連れが使っていた袋くらいだが。それなのです。クマは執念深い。自分の持ち物奪われると取り返しに来るのです。これは私の連れの。いや、クマにそんな理屈は通用しないな。近づいて来てるのです。まずいな。ここは洞窟の一番奥だ。逃げようにも逃げ場がない。私がおとりになって引きつけよう。その間にお前だけでも逃げてくれ。それは嫌なのです。何よ、こういう時は一人でも逃げられるように。村を滅ぼすほどのやつなら狩りがいがありそう。デルタの獲物にしてやるのです。お前は下がってるのです。戦いになったらデルタ止まらないのです。ああ、でかいやつなのです。楽しめそうなのです。本当に大丈夫なのか？大丈夫です。なぜなら、なぜなら、なぜならデルタは強いのです。シャーン。すごい。気をつけろ、手追いの獣は。分かってるのです。のです。三発で終わり。弱っちいのです。群れを滅ぼしたというからどのくらい強いか期待してたのに。これならガンマの方がよっぽど頑丈なのです。こんなに強いなんて。すまない、見かけであなたを侮っていた。どうしたですか、尻尾丸めて。どうか私と、いや、私の群れのボスになってくれないか。群れのボス。獣人に生まれたからには誰もがボスの座を夢見るのです。デルタはボスにはならないのです。なぜ、一人で強いからなのか。そんなに強いのに群れを率いないなんて。実はデルタより強い服従しているボスが二人もいるのです。本当はその群れの一員でちょっと喧嘩して飛び出してきただけなのです。そうなのか。君よりも強い獣人がいるとは信じがたいが。獣人じゃないのです。ただの人とエルフなのです。え？デルタは強いから一人でも生きていけるのです。でもあの群れの方が楽しいの気づいたのです。だから帰るのです。デルタには帰る群れがあるのです。ああ、なんだかすっきりしたのです。モヤモヤが消えた感じです。そうか、残念だけど君を止めることは私にはできないし、帰る群れがあるのならそれはとても幸せなことだからね。それじゃあ気をつけて。
君の強さなら気をつける必要もないだろうけど。うん、お前も気をつけるのです。あのクマやるから食って元気出すのです。あれ、なんでデルタ出て行ったんだっけ。まあいいや、帰るのです。ただいまなのです。デルタ、お帰りなさい。ずっと歩いてたらお腹空いたのです。アルファ様、朝ごはんを食べるのです。そうね、デルタの好きなものいっぱい用意してあげるわ。本当ですか。たまには飛び出すのも悪くないかもです。意地悪なアルファ様が優しくなるならちょくちょく飛び出そうと思ったけど。どうせすぐ帰ってくるんでしょ。そういうのは家出って言わないのよ。すぐにいつもの調子に戻っちゃった。優しくなったと思ったのに残念なのです。